J の動画解放軍。私の願望、やっぱし物事を解決するためには限定も当たれ。これどういうことかというと、物とか買ったとします、その時になんか友達に聞いたりとか親に聞いたりとか、そういう人が多いんですよね。ただ実際そのものを一番詳しいのは、まずは説明書が一番正しいんですよ。次に説明書で分からなければ、そのものを売った店、そこは詳しいはずなんですよね。まあ私の友人で、あの携帯電話の、 あの留守番電話、それがなんか5コールとか6コール目で留守番に切り替わってしまう、まあそれが正直うざい、そう言ってる人がいたんですよね。ただ解決策調べようとして、ネットで質問サイトとか個人のブログみたいなところ、そういうところを見てしまってたんですよね。ただまあ私は携帯電話のショップ行ったり説明書見ればいいんじゃないか、そう言った。まあそしたらその友人はこう言うんですよね。あのショップにくだらない質問をしに行くのはなんか嫌だ、さらにショップというのはあのこっちが質問内容をしっかりまとめて問題解決した後、問題の切り分けをした後行くところだ、そういう考えがあるんですよね。まあその人どっちかというと技術者の人ですからね。ただもう分からなかったら全てが分からない、じゃあ最初からそういうショップ行くのがいいのかな、説明書読むのがいいのかな、そう感じましたね。あ、それとあと説明書、正直分かりづらいんですよね。自分の悩みを解決するためにどこ見ていいか、それが分からない。あ、でもそうなるとやっぱ店屋なのかなと思いましたね。店に行って相談する、それが手っ取り早いのかなと思いましたね。あと他の人の意見聞くと、やっぱし店屋とかってあまり行きたくない、くだらない質問するのがなんか悪い、そう思ってるんですよね。あのその人ある用事で携帯電話のショップ行きました、そしたら隣の人がくだらないこと聞いてるってことを僕に言い出すんですよね。だからあんなことのために行きたくないって言ってるんですよね。ただわからないことはわからないんですよね。だから私は隣で聞いてるどうでもいいことで店を使う、それが悪だとか、それが恥ずかしい、そう思うことが悪なのかなと思いましたね。もう分からなければそこに聞くしかないんですからね。あの親しい友人に聞いたって全て分かってるわけじゃない、会社の先輩とか自分より何かできると思ってる人、そういう人に聞いたって全てのことを知ってるわけじゃないですからね。自分の上司、学校の先生、親、自分より人生経験あります、でも全ては分かってるわけじゃないんですよね。だから私、物事を早く解決するには、買ったものでしたらしっかりと説明書、ドキュメントを読む、それでも分からなければ売ってる店に相談する、それが一番なのかなと思いましたね。問題早く解決すれば自分の好きなこといっぱいできるじゃないですか。友達と話す場合でも、そんな問題解決の時間に割くよりもっと楽しい話ができるじゃないですか。分からないことがあったら一番知識のある人、その人を見つけて聞くべきだ、そう感じましたね。 J の動画解放軍、今日のこの知恵を使うとあなたの楽しい時間もっと増えます。つまらないことは、つまらない時間に拘束されることは少なくして、もっと楽しいことをやりましょう。まあそういうわけで、自閉の動画解放軍、登録お願いします。お願いします。ありがとうございます。